はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。やっぱりね、2021年、明けましたけどもですね、この年のですね、世界経済も政治もそうですけど、世界政治も世界経済もやっぱり注目は中国ですね。ほんまにね、中国がどっちどうなるのか、どういうふうに出てくるのかというところがやっぱり一番の焦点でして、まあそれに合わせてでもないですけど、対応してですね、各国は自分たちの政策を考えないかんということですね。で、去年から顕著になっている動きはですね、その習近平さんというボスですね、主席。これはもうあの方が生きている限り半永久的に主席であるというふうに憲法を変えてますんで、よほどのことがあってですね、失脚なさらない限り、我々は中国の主席は習近平さんやと思ってですね、こういろいろ考えなあかんわけですけども、この習近平さんがどうやらですね、その毛沢東になりたがってるわけですね。ご自身ですね、その文化大学名の時に下放というものをされてまして、まあ、田舎に追放されるわけですね。要はインテリはいらんというのがですね、毛沢東さんの考えでして、インテリは革命の邪魔になると。なんでそういうふうに考えたかよう知りませんけども、毛沢東さん自体はまあまあのインテリなんですよ。文系ですけどね、あの詩もお作りになる、なかなか上手ですよ、 お作りになってる詩は。で、若い時はまた清朝でして、科挙の勉強をなさったというふうに言われています。だからあの古典の素養がおありになるんですね。まああのサイエンスと自然科学についてはですね、どうかというところはありますね。土法論なんていうことをなさいまして、1950年代に、要は鉄鋼の生産量でイギリスを抜くんだとかって言いましてですね、だって生産量が多ければいいっていうわけですね。ありとあらゆる職場に小さなですね、製鉄所というか、もうこんな、もうこれくらいの大きさの何かというか、まあ釜みたいなのを作って、そこで一生懸命製鉄所せえというわけですね。であらゆる職場でその小さな釜で製鉄をしてですね、そのカウント全体の量がですね、イギリスを上回ったら、やったやったとか言ってるんですけど、そこで作られた鉄なんて何の使いようもないわけですね。ほんでこの1950年代のこの運動がですね、中国経済にをこうズタズタにしましてですね、当時の数千万人の餓死者が出たんちゃうかというふうに言われています。それで毛沢東さんは一旦ですね、こう表舞台から引いてですね、まあ周恩来さんがこうやってるような形になったんですけども、気に入らんわけですね、毛沢東さんは。それでですね、その文化大革命というのを、要は、まあ、もちろん私もよく理解しないので説明できないですけども、要は革命はこう一般大衆から起こすんやみたいなことだった。で、わーっとそのですね、そのティーンエイジャーとかを動員して、その革命運動みたいなものを吹き荒れるわけですよ。その各単位といいますか、もう全国 で若い子たちが紅衛兵と称して、ここに赤いスカーフを巻きましてですね、インテリを吊るし上げるわけですね。インテリこそもうあの革命の敵やっつって。でもこれがね、そのただ その革命運動とか民主運動とか、本なんと違うと、もうなんていうか、狂ってます、気違いです。もう今日吊るし上げた人間は、要は職業まで取り上げられてですね、みんなでボコボコボコ石投げられたり叩かれたりしてですね、亡くなった方もいっぱいいますし、自ら命を絶った方もいっぱいいます。その何悪いことしたわけでもないんですよ、ただインテリアっていうだけで。それで、そのインテリなんか街におったらいかんし、そのインテリになったらいかんというんで、学校行ったらいかんというのも、どういうこうことでそれをやってるのかよくわかりませんけども、もうどういう思想をやったんかと私も説明できないんですけども、そのインテリになろうとしてる青年たち、少年、青年たちを田舎に追放するわけですね。それを下放と言います。下に放つと書きますけども。その下放の時にですね、習近平さんも、お父さんの習なんとかさんが、まあ、偉いさんやったんですけども、そういうのに関わらず追放されました。1960年代はその文化大革命で吹き荒れました。で、解放された青年数知れず、彼らはですね、要は教育を受けられなかったわけですね、ティーンエイジャーの時に。だから、日本でいうところの中学校、高校ぐらいの教育が欠如している方が非常に多いと思われます。その世代が習近平さんです。
で彼のこう履歴はよう知りませんけども、な調べたらすぐ分かるんですけど、ウィキペディアなかなか見ていただければいいんですけど、帰ってきます。あの時から帰ってきてですね、やっぱりお父さんが偉かったもんで、その日があったのかもしれませんが、帰ってきて、あれですね、清華大学とい う、どう言いましょう、日本で言えば東大工学部みたいなところがありましてですね、もう超有名な、超、まあなんていうの、マサチューセッツ工科大学みたいな感じのところで少し勉強なさったということになってます。際立った勉強な、何かこう学問の分野においてですね、すごい論文を書いたとかそういうことはなさそうですけども、一応理系の勉強なさって、その時にアメリカに一時的に行かれたりもしていますね。アメリカで、数ヶ月か1年弱か暮らされたような履歴も経歴もございます。で、まあその後順調にですね、こう共産党の出世階段を上っていって今に至るわけなんですけども、その習近平さんがどうやらですね、自分は毛沢東になろう、なりたいらしいんですね。どうやらがなりたい、それを表してて、毛沢東さんは完全に個人崇拝ですね。で一旦ですね、毛沢東としては間違っていたんだということをですね、30数年前に鄧小平さんがですね、まあそういう思想を広めたわけなんですけども、今またですね、毛沢東語録をみんな読めとかという話になってるようでございましてですね、さっき申しました通り、毛沢東さんという方はサイエンスということに関しては、まあ全然その、あれですね、センスがなかったわけですね。ただひたすらその文系のですね、どういう根性論じゃないですけど、ちょっと上手なところあるんですよ、いろんな政権を取りにあたってはかなりこう陰謀めぐらす方でして、それを上手にうまく人心を掌握してですね、最後は中国を支配するわけですけども、どうもそこを目指しているような、だから習近平語録みたいな、あるいは習近平の言うたことをみんなそれ覚えろみたいなですね、いかにも共産主義っぽいことをですね、今やってるような感じがしますね。要は習さんの言うてることは絶対やみたいな感じになっててですね、要はカリスマになろうとしてると。ところが現下のですね、中国経済っていうのはこれは資本主義が支配をしている、資本主義的に運営をされています。ジャック・マーさんっていう方がですね、アリババなんていう会社を作りましてですね、ここにもう孫さんですね、孫さんが、日本のソフトバンクの孫さんが、孫正義さんですか、出世してもう何兆円という大儲けをしました。孫さんがですね、あちこちでたらめな投資をするんですけど、その尻拭いの資金になってますね、アリババで儲けたお金が。まあ、ジャック・マーさんという方はその、まあ、素晴らしい21世紀初頭の素晴らしい経営者として多分歴史に名を残るんですが、そのジャック・マーさんが最近、去年ですね、アントという金融系の会社をですね、上場しようとしたところがですね、習近平の政権からストップがかかったと。わずか上場の1週間前ですか、6日前か5日前だったと思いますけども、でそれを上場しているとアリババグループは5兆円とも6兆円とも言われる資金を調達できたんですけども、それを止められてしまいました。その理由がですね、このジャック・マーさんが政権批判を行ったということらしいんですね。で中国の場合、そのこういうジャック・マーさんはただ共産党じゃないところからですね、立ち上がってもう世界的な企業を立ち上げた方なんですけども、そういうのが上がってきてくるとどうも気に入らんわけですね。やっぱりその毛沢東思想の旧習近平さんとしては気に入らんから、どんどんその国有化しようという動きになってきて、自由競争でこう大きくなった企業をなんとか国有化して、自分たちの言うことを聞く、 100% 言うことを聞くような企業にしようというふうな動きになっています。でジャックマーさんという方もうそれをどうも察知してるみたいで、もう嫌になってるみたいですね。もうだからアントなんてもうあげると、共産党にあげるから勝手にせよぐらいのことをおっしゃったりしています。多分そのうちこのジャックマーさんは中国にいられなくなるか、骨抜きにされるか、あるいは拘束されて、見えるところにいなくなるか、そのどれかやと思います。ただし今すぐジャックマーさんの
力をそぐというのはですね、中国にとっても良くないんで、まあ、しばらくはですね、ご本人の自由は、身柄の自由はあるでしょうけども、多分10年先はないと思いますね。5年先もあるかなという感じですね。そういうふうにですね、その本来こう資本主義社会というのは、こういうジャック・マーサーみたいな方が出てきてですね、わーっとその大きな新しいイノベーションを起こしてですね、大きな企業を作り上げるというところが資本主義の強さであるんですね。自由経済の強さであるんですけども、やってみたところが全部あとは共産党に取られるんかということになると、中国経済がですね、一気にですね、その元気さを失うんではないかと。つまり起業するんであれば中国ではなくてアメリカでしようというふうに、こう力のある方は考えますよね。アリババがいい例でですね、ジャック・マーさん結局じゃあ取られてしまうかと、アリババみたいなものを取られてしまうかと。まあこの後ね、中国は5つ6つあるんですよ、ガーファみたいな企業が、テンセントとかいろいろあって、それが取られてしまうんちゃうかというふうになるとですね、企業意欲というか、こうマインドがね、シュワンってなるでしょ。そうなった社会って弱いんですよ、実に。で、日本もなぜ日本からガーファみたいな企業が出ないかっていうと、まあそもそも企業の土壌が、そういう土壌がないようなところもあって、あと規制がいっぱいありますね。孫さんなんてそこを上手にですね、くぐり抜けてですね、あの人もともとゼロですからね、ゼロから今のソフトバンクを作り上げて世界的な企業になって世界的な富豪になったわけですけどまあまあ、あのソフトバンクにしたところで規制産業ですね、そこをうまく上手に使ってる。日本からガーファみたいな企業は出ていないわけですね。昔はソニーなんていうのがございましてですね、新しいコンセプトで世界を席巻したこともあったんですけども、ここ30年40年出ていない、そういう企業が。誠に残念ではあるんですけども、まあ、それは仕方がない、今後に期待したいなと。やっぱりそう、出る土壌っていうのはあって、アメリカっていうのはね、そういうこう大企業家が出やすいんでしょうね。で、中国も出やすかったんですね、ここ20年ぐらいは。まあ好きにやらせてくれるような市場があって、でも結局これかえとなったらなんやん、共産主義の中国やんかということになるとですね、一気にそのあれ、未来のジャック・マーサーみたいな人が逃げ出すわけだね、アメリカ行ってやろうみたいな。そうなるやもしれんなという兆候がですね、このアリババ VS 共産党習近平という構図に見えるわけです。で、どうやらボスの習近平はですね、頭の中は毛沢東思想ということになればですね、あかんやんこれっていうことになるでしょう。で、彼は統制をしたいわけですね。その、要は言うこと聞かしたいわけですね。隅々目を配ってですね、自分たち逆らう奴らの目をチェンって切りたいわけですよね。で、ジャック・マーみたいなこんな奴が偉そうにするって許せないわけですよ。だから金儲けしただけやろ、資本家やろ、みたいな。まさにこう、頭の固い共産主義者なんですけど、多分、習さんの頭の中はそれだと思うんですね。これはだから中長期的に見ると中国は衰退すると習さんが毛沢東を目指している限り中国は衰退せざるを得ないなというふうに私なんか見てしまいます。まあただ僕が思ったようにいくかどうかは分かりませんし、これはこの今年の注目ですね。中国の資本主義、共産党がコントロールしている現在の資本主義がどっちの方向に行くのかジャック・マーは無事でいられるのかというあたりがですね、すごい非常な注目点ではないかなと思っております。はい、皆さんどうもありがとうございました。